これより、なでしこジャパン新監督就任会見を始めさせていただきます。1981年に日本女子代表が結成されまして、今年はちょうど40年の節目にあたります。11人目の監督ということになります。まずは日本サッカー協会会長の田島よりご挨拶をさせていただければと思いますお願いします。 皆さんこんにちは日本サッカー協会の田島でございますまず皆さんにご報告させていただきます本日一時より行われました日本サッカー協会理事会において池田太志さんが新たにナデシコジャパンの監督として承認されましたことをお伝え申し上げます池田太志さんに対し関しましては後ほど 今井女子委員長の方から女子委員会での議論等も踏まえた報告があると思いますが、えー、私は2018年ロシアのワールドカップの後すぐに行われたアンダー2 0の世界大会、えー、この試合をずっと視察しておりました、えー、そして私はその時非常に鼻が高かったあの世界大会の中で多くの FIFA の関係者 世界の方々アジアもヨーロッパも含めて日本代表が素晴らしいサッカーをしてくれたことただ単にワールドカップアンダー2 0で勝つだけではなく内容的に素晴らしいサッカーをしてくれたことこれをすごく高く評価されました私自身もそのサッカーを見てこれ男子も女子も世界で私たちが勝っていくためには こういうサッカーをすべきなんだろうということを改めて認識するようなサッカーそれを指揮していてくれたのが池田太氏であります改めてこのなでしこジャパンの監督になってくれること引き受けていただいたことに感謝するとともに我々は全面的なサポートをしそしてまずは来年1月に行われるアジアカップ そしてその予選,予選でもあるアジアカップが予選となっている2023年のワールドカップこれをしっかりと勝っていただきたいというふうに思っていますその上でパリオリンピック等にもぜひ標準を合わせてもらいたいというふうに思っていますここで皆さんにしっかりとサポートしていくことをお約束したいというふうに思います本日はどうもありがとうございました ありがとうございますそれでは女子委員長今よりご挨拶申し上げますお願いします皆さんこんにちは本日はどうもありがとうございます日本サッカー協会女子委員長の今井です今あの会長からもありました通り JFA の女子委員会の方でアジアカップそして2023年ワールドカップアジア予選を経てのあの2024年のパリオリンピックに向かう 新しいなでしこジャパンの監督を議論の末推薦させていただき先ほど理事会にて承認をいただきましたまずあの東京オリンピックの総括をずっとしてまいりましたでその中であの私たちの,あのなでしこジャパンはもうここからゼロからもうゼロベースで改めてやり直さなければならないのか いや今,あるこの今まで続けてきたものをさらに極めてい,くいけばいいのかというところをあのかなり議論いたしました、その中であの私たちは目指す方向性自体は間違いない、そしてその今までの継続性をぜひとも大事にしていきたい、そして日本の強みである、ただし日本の強みである技術であったり、連動性であったり、そういったところをもっともっと徹底してそれを高めていく必要があるということ。 で圧倒的な武器にしていく必要があるそして連動性細部への,細部への,あのしっかりした爪であったりピッチ上での落とし込み共通理解を深めるそしてあのチームをしっかりとモチベートするそういったことをしっかりやっていければ歯車がもう一つしっかり噛み合えばあの私たちの持っているポテンシャルを持って世界で戦っていけるというふうにあの自分たちとしては議論いたしましたそしてえ若手の登用に関しては 高倉ジャパン高倉さんがあの本当にトライをしてくださって本当に若手の登用は進んだというふうに思っています。たくさんの若手が参加しワールドカップオリンピックともチームの中で平均年齢でいうと下から2番目という若さでした。若手の選手たちはあのワールドカップ育成年代のワールドカップで勝ってきた選手たちです。ただすぐそれで A 代表で活躍できるかというとそこにはまだギャップがある。 そこをしっかり経験を積み、また年齢のバランスも良いチームにしていくことが今後も求められていくというふうに思ってます。そして、チームのことだけではなくて、本当に代表チームをしっかりとサポートするサポート体制であったり、サッカー環境、今回9月にプロリーグ、WE リーグが開幕しましたけれども、その選手たちが所属する日常の環境の整備、普及。 そういったあのサッカー環境をしっかり整えることということもあの合わせて進めていくこと、これは初子会としてしっかり強化していくところであるというふうに認識しています。でこういった議論を踏まえて、私たちとしては代表監督の要件を出し、その,その要件に基づいて、監督をあの提案、推挙いたしました。 S S 級プロライセンスはもちろんのこと、2023年ワールドカップ、2024年オリンピックに向かって戦うことのできる、またあの世界一奪還を目指すことのできる監督であること、そして日本の持つポテンシャルを信じ、その日本サッカーの強みを最大限引き出すことができる監督、若手の登用、融合をしっかり果たせる監督、そして代表チームの強化。 だけでなく、日本女子サッカー全体の発展に大きく関わるものですし日本女子サッカー全体の発展にあの、まあ、情熱を持っていただける方ということで、えー、あのそ,こその要件のもと候補者を挙げ、えー、池田太史監督にお願,いがお願いをしたいということで、えー、意見が一致しましたそして理事会の方に提案させていただきました先ほど会長からもあったとおり、えー、アジア選手権 今、3期目ですかね、あのアンダー1 9 20、3期目でアジア選手権2回優勝、ワールドカップ1回優勝、それ以外はコロナで中断、中止になったものです、そしてその先ほどもあったようにあの、結果だけでなく、内容であったり、プロセスであったり、そういったことがあの非常に今、挙げた要件に合うということで、先ほど、理事会の方に挙げさせていただき、承認をいただくことができました。こここであの本当にこの チームをしっかりサポートして、またなでしこの今まで、えー、ずっと積み上げてきた、佐々木さん、高倉さん、もっと前の,あの大橋さん、上田さん、もっともっと前からずっと積み上げてきた日本の女子サッカーというものをあのしっかり磨いて、世界で戦っていきたいというふうに思っておりまますすす私からはは以上ででありがとうございいいそれ池田監督お願たします。 皆さんこんにちはこの度日本女子代表監督に就任いたしました池田太ですまず初めにこの会見に参加していただいているメディアの皆さんそしていつも応援していただいているサポーターファンの皆さんに感謝申し上げます私がこのなでしこジャパンの監督就任の話をいただきまず初めに頭に浮かんだことといえば本当に 責任の重さと自分への覚悟の気持ちでした、それと感謝の気持ち、こういった気持ちが湧いてきました、まずこの今までのなでしこジャパンを作ってきていただいた方々、女子サッカーを発展、切り開いていただいた方々、その方々の積み上げあってこその今の女子サッカーがあると思っていますし。 またここから未来へつなげていくためにこのなでしこジャパンを一歩前に進めなければいけないそういったとても責任の大きな仕事しかしそれに対して私は全力でこの仕事に向かっていくそういう覚悟そういった気持ちが湧いておりますなでしこジャパンというのはやはり子どもたちがボールを蹴り始めてからその成長を見守ってくださっていた 保護者の方でしたり、地域の指導者、また学校の先生だったり、顧問の方、そして地域のトレセンでしたり、また所属しているクラブのコーチの皆さん、トレセン活動を含めたエリート活動、アンダーカテゴリー、すべての方々の努力の最後の最後の部分で戦わせていただいている、そういった覚悟と、そしてそこでの結果を 喜びを皆さんと本当に共有していかないといけないなとそういった心づもりであります私は小学校3年からサッカーを始めまして本当にサッカーにいろんなことを教わりました仲間の大切さもそうですし努力して掴み取る喜びでまた悔しいこともありました そこから這い上がる強さというのも学びましたし本当に私の人生の中でサッカーというものは大切なものですしそのサッカー、そのサッカー界に私が今、このなでしこの監督を引き受けそこで戦うことでサッカー界に少しでも恩返しができるのではないかまた、その恩返しをできるチャンスを与えてもらえたそんな感謝の気持ち そういった感謝の気持ちが責任と覚悟にプラスして私の中で起こっていたのも事実ですチームとしてはやはり2011年になでしこジャパンは世界一になっていますので頂点目指してチーム作り世界を奪還するそういった強い気持ちでチーム作りをしていきたいと思っています 世界ののの女子のサッカーの進歩は今さまざまな戦術や環境フィジカルアプローチそういった意味での世界のサッカー女子サッカーの進化のスピードが上がっていく中で私は日本はではどういう武器でその世界に打って出るか立ち向かっていくか上回っていくかというのを今考えているところです。 フィジカルの問題が欧米に比べていろいろ話に出ることもありますでも日本人の持っている俊敏性そこは世界に打って出て勝っているところでもありますそれも一つのフィジカルです日本人の持っている器用さ勤勉性連動性連携そういったものをもっともっと突き詰めていけば新しいコンビネーションでしたり相手を打ち回す,勝すことも もっともっとできると思っています直近のワールドカップオリンピックではなでしこジャパンは上位に食い込め,食い込めませんでしたけどもその中でその中戦ってる中でも相手にとって脅威となる攻撃が守備ができたところもありました私はその中のそういったできている部分の強度をもっと上げて そのトライする回数を上げてそして細部を詰めて選手に自信を持って勇敢にそしてダイナミックに戦っていくそういったチームを作っていきたいと思ってますもちろん世界一を取ったこともありますがトータル的に見たら常に上位に食い込んでいるわけではないのも事実ですですから日本女子サッカーの 底上げも含め世界一を目指し強いなでしこチームなでしこジャパンそしてそれが皆さんに応援されるチームになりサッカーの輪をもっともっと広げて女子サッカーっていいな応援したいな自分の子供にもサッカーやらせたいなそういうようなサッカーの輪を広げてこのサッカー界 女子サッカー界を含めたサッカー界そういったものを盛り上げられれば本当に、えー、自分ではそこを目指していきたいと思っていますしそこに尽力する全身全霊をかけてこの仕事に取り組んでいくそれだけは皆さん約束できると思いますでもこれは私一人で達成できることではありません本当に皆さんの協力でしたりサポート本当に必要です 一緒にいろんなことも考えていってほしいと思ってますしいろんなアイデアも私は聞き聞いたりしたいとも思ってます本当にこれからこの先の新しい世界を新しい女子のサッカーの世界を作り上げていく上で本当にみんなと一緒に戦っていければなと思っております応援よろしくお願いします